洋服を畳む時のポイントは、自分の手のひらの愛情を伝えながら畳むっていうのをすごく大切にしながら畳んでいきます。で、洋服を畳むことというのは、ただ単に洋服をすごく小さくしていくことではなくて、こう洋服に触っていきながら、その洋服とこうコミュニケーションを取ったり、こう自分の洋服の状態を確かめていく行為っていう風に考えながら畳んでいくとうまくいくようになるんです。畳み方としては、まずはこの身頃を中心とした長方形になるように畳んでいきます。なので、まずは腕の方を畳んで、そして反対側も同じようにして畳みます。この気持ちの上では、いつも温かくしてくれてありがとうとか、いつも守ってくれてありがとうっていう風に心を込めながら畳んでいきます。そして半分に折ります。この時ちょっと残しておくと畳み上がりが綺麗になります。そして3分の1くらいになるように畳んでいきます。最終的にちょっと小さいんですけれども、こういうスムーズな長方形が出来上がったら完成です。収納するときはこんな風に引き出しの中で立てて収納していくようにすると、とてもスムーズに収納ができます。